ではゼノス殿下、こちらへ。最寄りの村までご案内いたします。この静けさ、いかにも墓場だ。もはや狩るべき獲物もなく枯れ果てて、陛下の命でなければ視察などせぬものを。あっ、ご足労いただき申し訳ございません。先の戦であれほど腹綿をちぎってやったのだ。憎悪なり恐怖なり獣ごときでも覚えよう。それで化け物にでも変じていれば面白みもあるが、さて、必死に息を殺しているものを暴くだけの狩りは到底楽しみとは呼べぬからな。忍びの者かい。デクノボも連れてくるんだったか。お前も軽いな。憎悪を貯めてもこの程度か。まだまだ、カイエン様の仇、ドマの演習はこの程度ではない。献上された新たな刀を試すとしよう。切れ味が悪ければ貴様の悪運も尽きたと思え。ただし、脆弱な獲物では試し切りすらする気にならぬ。一心不乱に抜かせてみせよ。
その程度か。そうか、思い出した。貴様アラミ語でまみえた万族どもの英雄か。日出ずる地にて生まれし、赤き輝き烈火となりて。日沈む地にて生まれし、青き輝きを喰らわぬ。生かしたのも無意味ではなかったと。よいぞ。ならば俺のため万策を尽くし、この窮地から生きながらえてみろ。この血を沸かし、この肉を踊らせるため生きるのだ。脆くたやすい倦怠極まる世界において、俺もまたそれを狩る悦楽にのみ生きよう。試すまでもない。邪魔だ。そいつらから離れろ、帝国の犬め。貴殿たち、どうして。いけない、逃げるんだ。逃げない。今度こそ逃げるもんか。あんたたちのやってること大バカだと思った。余計なお世話だって思ったよ。だけど復讐するたび苦しかった。言えなかったけど守りたかった何かがあった。あんたたちを見て胸が痛むのは、その心がまだ俺たちにあるからだ。今忘れたふりをしたら、きっと二度と向き合えない。だから来た。もう曲げられるもんか。俺たちは最後までドマジンだ。愚かだな。
いかなる理由があれ、無駄死には無駄死にだ。武器もろくに扱えぬ身で我が道を遮ったこと、その命でも償いきれぬ大罪と知れ。残念ね。彼らの覚悟は決して無駄じゃなかったわ。今のうちに逃げるわよ。豪雪、夕霧を。ああ、こんな煙幕ごとき、誰でもいい、すぐに奴らを追いな。ゼノス様。